きれいな海を残していこうと、地元のダイバーによる海底清掃活動が和田漁港で行われました。海底清掃を行ったのは高浜マリンクラブのダイバーと小浜海上保安署の署員、合わせておよそ20人です。ダイバーらはこの日、保安署の署員と協力して和田漁港の海底のゴミを拾い上げていきました。これ持ってってもらっていいですか？はい、この海底清掃は福井と京都のダイビング関係者で作る協議会が6月の海洋環境保全推進月間に合わせて毎年行っていて、高浜マリンクラブでは小浜海上保安署と連携して町内の漁港などで活動に取り組んでいます。やはり綺麗な青い海を残していきたいなっていう地元の人は思えるでしょうし、私たちも毎回こういった形で DSCC の皆さんと一緒にゴミをどんなものか調査させてもらいながら清掃しているっていう形ですね。海をきれいにするためみんなが気持ちよく潜れるようにボランティアで毎年やってます。まあ当初はすごいゴミやったんで、最近はだいぶみんなマナー良くなってゴミの方も少なくなってきたとは思います。今年の活動始めとなったダイバーたちは、少しでも海をきれいにしようと1時間ほどかけて空き缶や釣り具などを回収していました。今年が初めてなんですけど、はい、思ったよりでも釣りのゴミが多かったですかね。今日思っていた以上に高浜マリンクラブでは海水浴シーズンに合わせて水難訓練や国体競技のサポートを行っていきます。